おはようございます。サンロードの花園です。本日4月12日はですね、ここサンロード川原店におきまして生鮮祭り開催いたしますよ。本日はですね、税別1000円以上のお買い上げでサンロードポイント7倍とですね、かなりお得となりますよ。またですね、生鮮祭り恒例のですね、じゃんけん大会ですけども、こちら新型コロナウイルス感染拡大防止のためですね、しばらくの間中止とさせていただきますので、ご了承いただければと思います。それではですね、本日のお買い得商品をですね、いくつかご紹介していこうと思います。よいしょ。はい、食品コーナーにおきましてはこちらのお砂糖ですね。本日こちらのお砂糖が 1kg 入りまして1袋の148円と大変お買い得となっております。その他にもですね、こちらニップの緑ダイヤ、こちらですね、本日 1kg が1袋の98円、またトマトケチャップ、カゴメのトマトケチャップがですね1本の178円と大変お買い得となっております。またご飯の友、あれ動かないな、はい、ご飯の友がですね、1袋の128円とこちらも大変お買い得となっております。その他にはですね、シチュールやカレールーもお買い得となっております。 SB の溶き込むカレー、こちら1箱の98円、またハウスのシチューミックスは1箱の188円、北海道シチューも1箱の188円、ハウス食品の完熟トマトのハヤシライスソースも1箱88円とですね、シチューミックスも大変お買い得となっておりますし、またカレーですね、ハウス食品のコクマルカレー、こちら1箱の98円、またハウス食品のバーモンのカレー、こちらですね1箱の188円と大変お買い得となっておりますよ。シチュールーやまたカレールーがですね、本日大変お買い得となっております。続きましてお野菜です。お野菜のコーナー、熊本県産のナスがですね2本入りまして1袋の180円はじめまして、熊本県産の人参、こちら1袋の188円、また玉ねぎ1袋の100円、新玉ねぎはですね1袋100円と大変お買い得となっております。またバナナ、フィリピン産のバナナはですね、本日1袋の128円でご提供いたしますよ。バナナですね、値段が上がってきておりますので、ただいまこれ大変お買い得となっておりますよ。またトマト、熊本県産のトマトは1袋の188円でご提供いたしております。またこちら農産部門のバイヤーになります。おはようございます。またこちら、熊本県産の西山産地の塩玉ねぎですね、本日 100g 当たりの19円でご提供いたしますよ。またこちら、新潟県産のしめじの恵み、こちらですね1袋の88円と、しめじ大変お買い得となっております。しめじ炒め物にもいいですよね。その他にもですね、お野菜のコーナー、お買い得商品いろいろとご準備いたしております。はい、でまた食品コーナーですね、こちら合わせ味噌ですね、サンロードオリジナルの合わせ味噌、本日1kg 入りまして1袋の198円、また奮闘金の白だし、こちら 1.5 リットルが1本の298円、新庄醤油、新庄醤油はですねこちら1本の168円でご提供いたしますよ。お魚コーナーにおきましてはノルウェー産の塩サバフィレ、こちら3枚入りまして1パックの280円、またロシア産の赤魚フィレ、煮付けに最適な赤魚フィレはですね、3枚入りまして1パック280円でご提供いたしますよ。また本日銀鮭の切り身ですね、こちらお買い得となっております。 100g 当たり168円とですね、銀鮭切り身大変お買い得となっております。また春には欠かせない川クジラ、こちらもご準備いたしております。川クジラ 100g 当たり198円でご提供いたしておりますよ。タケノコにタケノコと、川クジラ味噌で煮込むとまた美味しいですよね。その他にもこちら赤身クジラですね、赤身クジラお刺身を 100g 当たりの258円をいたしまして、チリ産のサーモン刺身は 100g 当たりの258円、太平洋産のカツオのたたきのお刺身は 100g 当たり168円、
太平洋産のバチマグロのお刺身は 100g あたり278円とですね、お刺身もお買い得となっております。また本日お寿司ですね、限定30パックで販売いたします。こちら12貫入りまして1パックの580円ですね。お寿司これからもまだまだ出てまいりますけども、限定、30パックとさせていただきます。また大正製薬のリポビタンでですね、本日こちら10本入りまして1箱の、798円、また大塚製薬のオロナミシアですね、10本入りまして、1組の598円とですね、リポビタン D やオロナミシア本日大変お買い得となっておりますよ。お肉のコーナーにおきましては本日こちあれお肉のコーナーにおきましては本日こちらのですね、黒毛和牛ですね、黒毛和牛が半額にてご提供いたしますよ。その他にも牛バラ肉の切り落とし、牛肉サラダ、なんだろう面白いですね。国内産の牛バラ肉切り落とし、こちら 200g 入りまして1パックの398円でご提供いたしますよ。またですね、本日黒毛和牛半額となっておりますので、もうステーキお肉もですね半額となっております。もう大変お買い得となっておりますよ。その他にもこちら、ラサンテポルクの豚バラ焼肉よ、こちら 100g あたりの98円でご提供いたしますよ。ラサンテポルクはですね、こちらタレにとっても絡みやすい肉質となっておりますので、タレと絡んでいただいて焼いていただきますと、ね、より一層美味しくお召し上がりいただけますよ。その他にもカナダ産の豚ロース生姜焼きよ、こちら 100g あたりの88円、カナダ産の豚肩ロースしゃぶしゃぶよ、こちら 100g あたりの100円にてご提供いたしますよ。その他にもですね、もう買い得商品いろいろとご準備いたしております。本日黒豚も半額です。黒豚も半額です。いいですよね。いいですよね。ね、またこちら豚肉の切り落としは 100g あたりの88円でご提供いたしております。その他にも国内産の牛豚合いびきミンチは 100g あたりの138円、太めハムのハムステーキは 100g あたりの98円でですね、こちらもお買い得となっております。また鶏肉ですね、はい、鶏肉、国内産の若鶏味付き手羽元や、若鶏の手羽元、こちら 100g あたりの38円でご提供いたしますよ。その他にも、唐揚げに最適なですね、国内産の若鶏のもも肉、こちら本日はですね、100g あたり68円と大変お買い得となっております。国産の若鶏のもも肉がですね、 100g あたり68円、大変お買い得ですね。また国内産の若鶏の胸肉は 100g あたりの38円です。チキン南蛮やですね、サラダチキンに最高ですよ。最近サラダチキンにハマっております。もうおすすめですよ。いかがでしょうか。また国内産の若鶏の手羽先、こちら 100g あたりの78円、またこちらサンロードと日本食研が共同で開発いたしました極うまタレで味、鶏ささみをですね味付けいたしました、こちらの極たるうまチキン、 100g あたりの68円でご提供いたしておりますよ。こちらですね、もう味がしっかりついておりますので、もう白いご飯ととっても合いますよ。その他にも太めハムの熊本工場発送粗挽きウインナー、こちら一袋の198円でご提供いたしますよ。またこちら日水のお魚のソーセージですね、こちら4本入りまして1束の128円と、こちらも大変お買い得となっております。日配コーナーにおきましては本日マルキン食品の柔らか絹ですね、こちらただいま1個増量中でして4個入りまして1パックの88円、またフュージョンの温泉卵、こちら3個入りまして1パックの98円でご提供いたしますよ。その他にもですね、日配コーナーお買い得商品いろいろとご準備いたしておりますよ。よいしょ、はい、よいしょ。ということで本日サンロード河原屋店ではですね、食洗祭り開催いたしております。食洗祭り恒例のですね、じゃんけん大会はこちら新型コロナウイルス感染拡大防止のためですね、しばらくの間中止とさせていただきますので、ご了承いただければと思います。
本日店内ですね、もう解読商品いろいろとご準備いたしておりますので、ぜひですねお近くにお住まいの方はですね、サンロード河原店にご来店いただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。